え、そうです。なんか YouTuber とか配信者がね、最近なんか、ギャンブル、公営ギャンブル、競馬、競輪、ボートレース、なんかね、そういう配信を、まあ、仲間内でね、やってる放送を見まして、まあ、なんか、それを見て思ったのは、なんかあいつらって本当にギャンブル楽しんでねえなと思いましたね。あのね、余剰資金でやるギャンブルが一番おもんないんですよね。安全牌で。そうやってるのがね、あの、ギャンブルが一番面白い瞬間っていうのは、使ったあかん金でするギャンブルが一番おもろいんですよね。それを何も分かってない、こいつら。なんか貴族の遊びかなんかのように、もう、あ、負けちゃったわー、なんか、10万負けちゃったー、うわ、畜生ー、みたいな。いやいやいや、もう全然悔しないやろ、お前ら、ほんまに。ええ加減せえよ、マジで。あのね、ほんまに10万負けたら、死ねこらーみたいな。ふざけんな、こら、お前おい、とっさきボケーみたいな。こんぐらいなるから、普通は。うん、道後、鳴り響く。ウィンズ行ってみ？ウィンズ。行ったことないでしょ、お前らどうせ。ネット投票しかしたことないでしょ。ウィンズ行ってくれ。そういうおっさんが山ほどおるから。うん、叫び散らかしとる。死ねボケー言うて。何しとんじゃん、お前枕かい！日本全国ね、どこにもいますよ、こういうおっちゃんは。あの、関西だけじゃなくてね。いますからね。うん。そうね、おっちゃん見たら、やっぱこいつ楽しんでるなと思いますよ、僕はね、肌から見たら。だから、そういうの見ると、やっぱね、芸能人やらね、YouTuber とかは。うわ、なんか、うわ、うわ、うわ。うわ、負けちゃった、とかならへんて。うん。ほんまの本心、心の内から言えよ、ものを。なんでそこでまくらんねん、とか。逃げろよとか、させやとか。そういうのをね、そういうのが見え隠れしないと、ギャンブルって面白くないんですよね。うん、だからなんか、うわーなんかちょっと、負けちゃったみたいな、10万負けちゃった畜生みたいな。全然畜生と思ってないからな、あいつらはね。だからね、まあ結局ね、あいつらは金持ってっから、金があるから、なんとも思ってない。ただのね、もうなんかもう結局ギャラで、なんかもっと金もらえるから別にええわ、みたいな、そういう感じだからね。だからほんとね、舐めんじゃねえぞ、この野郎。